では、大丈夫です。朝日新聞社の大岩と申します。1点はこの会の進め方というか今後なんですけれども、ちょっと今日の部会の中でも議論がありましたけれども、もともと提案された春日先生は、本検討委員会よりも、より頻度を多く開いてということだったんですが、次回3月っていうことになりますと、多分、本検討委員会が、1月に開かれるので、そのだいぶ後っていうことになるんですけど、そういったかなりその検討委員会よりはだいぶ頻度少なく開いていくっていうご予定なのか、あとその夏頃までに何かご提言までを出されるとすると、あと何回ぐらい開催されるのかっていうちょっと予定を教えていただきたいのと、あと先生がおっしゃったように、そのデータについての評価ですとか制度管理って言いますと、今日で出されたようなデータだけでは評価できなくって、もっと生の栄光の写真ですとか、あるいは実際の検査をしている現場ですとか、そういうのを見ないとなかなか評価できないかと思うんですけれども、今度2回目以降はそういったこともなさるのかどうかということと、あとそれ以外にその結果の解釈っていうんでしょうか、今日西先生から疫学のデータが出されましたけども、そもそも多分県民の方が一番気にしてらっしゃるのが、今見つかっているがんですとか、そういったものが被曝の影響があるのかどうかっていうことなんですけども、そういったことも今後検討課題として議論していかれるのか、その3点お願いいたします。その頻度の問題に関しましてはですね、先ほどの議論では今までの蓄積されたデータが非常に膨大なんですね。で、今回そのオーバーオールの評価をですねさせていただきましたけど、まだ少し出席されなかった方もいらっしゃいますので、やはりもう一度その今までのデータに関しまして、やはり検討してみたいというふうなことになりました。で、そういうことでですね、3月というふうなことです。で、それ以降のことに関しましてはですね、まだ全くそれについては未定でございます。で、やはりそこでまた検討させていただきまして、上で決めたいということでございます。それから生のデータを見る見ないっていうのはですね、これはですね、見る必要がないと思いますね。それを間違った間違ってないっていうのは、この検討委員会の趣旨ではないと思います。やってる方向性がいいのかどうかっていうのが大事なので、そのエコーの生のデータをですね、我々が見て評価するっていうことは特別なことがない限りはする必要がないと思います。それから最後のもう一つっていうのは、何でしたっけ、被曝影響か、結果がですね、被曝見つかったがんなどが被曝影響があるのかどうかということについても、検討されるんでしょうか。これはですね、これから検討しなくちゃいけないというかですね、今の立場というのはですね、それは被曝影響というよりもですね、やはりその皆さんの健康、住民のそのご心配を取り除くというふうな意味合いも含めて、科学的なデータを出していこうという立場で話が進んでおりますので、それが被曝によるかどうかというのは、はっきりとこれはここで言うことはできないと思います。基本的にはそういう影響ではなさそうだということぐらいしか言えないと思いますね。よろしいでしょうか。1点目 その、データがについての評価ですとか制度管理っていうのは、そうしますと、何をもって、何をご覧になって、ご判断できるっていうふうにお考えでしょうか。それは各方面からの専門家に集まっていただきますので、いろいろな方向から意見を出していただけると思います。何をもってっていうことは言えません。ですから各方面から専門家によってそれぞれ で意見を述べてもらう。具体的にはどんな、今日の資料ですと、どういったこの、統計とかを見て、これを見ればこういうことが言えますとかっていうのはあるんですか。それはもちろんあると思います。いや、それは皆さんお持ちだと思います。やはり質問、今のコメントについてですけど、フォローです。はい、すいません。同じく朝日新聞の本田正和と申しますが、
加藤良平先生にお伺いしたいんですが、コメントの中で、はい、住民のし、親が問い、質問しました、がんの、との放射線被曝との関連ですね、住民の心配を取り除くということをどういうふうに、もあるという、もあると、それをその委員会 の、 違います、ね、目的にされてるんですか、という質問が違うと、それからもう一つは、先生は先ほどその後そういう心配はな、結局、因果関係というか、被爆との関係というのは分からないと、いやいや、もうちょっとまだ、レッドリフィニッシュさせてください、質問について、そういう心配はないということぐらいまでしか言えないということを続いてコメントでおっしゃったんですけれども、はいはい、もしそうだとしたら、その因果関係なんて分からないわけですから、そういう前提だとしたら、住民の心配を取り除くというのはどういう意味でおっしゃったのか、それがもいやいや、それはですね、私どもの立場じゃなくて、今やってる方の立場でやっていらっしゃるんで、やってる方って県のことですか、県の方ですね、だからそういうふうなことも意味合いとして、私、読みましたので、そういう今お話しされたんですけど、その部分は変わりましたよ、まあ、どうぞどうぞ、おっしゃってください。それで今出されているデータの悪性の頻度とか、それからその今までの常識的な、医学的な常識から考えてですね、それが放射線の影響によるかどうかっていうのは、これはどちらかといえば少ないというふうに考える、今の現代の考え方としてはですね、私は自身個人的には思っております。それは検討委員会の先生方 の共通の認識であるとも私は思っているので、大体そういうことですね。そこが、はい、特に先生は専門家としてそういう、私は専門家としてそういうふうに思います。疫学的にもそうだというふうに、病理学的にそう思います。わかりました。他にご質問ございますか。すいません、福島民友新聞桑田と申します。よろしくお願いいたします。加藤部会長にお伺いしたいんですが、加藤副部会長、確かですね、この検討評価部会を作るにあたってですね、星座長はその 本体の親会の検討委員会の方でですね、もう一つ通常の検討委員会では議論しきれない部分をですね、もう少しこう細かく突っ込んで、議論をするためにですね、甲状腺に特化した部会を作るというところからスタートしているという認識で今日我々参ったんですけど、今のお話を聞きますと、結局その検討委員会で出された内容を改めて部会で多角的に見るというだけであってですね、その追加的な資料の提出に否定的な見解をこの段階で示されると、そこまで深い議論ができるのかなというのがまず1点最初に思ったところなんです。先ほど朝日さんの説明でそのエコーを実際見るのかどうかとかというところに関しては見る必要はないとおっしゃられたんですけど、この部会ではそういったところまでご覧になられて、さまざまなご意見をいただけるものなのかなという期待を持って今日ちょっと来たので、まずそこを本当に見ないで今後進めていくのかということとですね、あと星部会長、星座長が委員会の部会の中でおっしゃってた、その来年夏頃にその一巡目の結果が全部出ると、それに対する評価のためのですね、見解を提言するというのを部会としてそのみんなでやるということに関しては、やるということでよろしいんでしょうか。そこに1点ちょっとお願いします。先ほどからお話しているように、その細かいその一つ一つのデータに、それはコンサルテーションというふうな希望があればですね、もちろん喜んで見させていただきます。ただまあそれを全部のあれをですね、細かく見ていくっていう方向ではありません。ですからコンサルテーションとして引き受け見てくださいと言われればですね、これをもう喜んで見させていただくというふうなことでございます。それからそのデータのことに関しましては、多分その時にまた行うというふうにしか今はお答えできません。他にご質問ございますか。夏までに関してというのはいかがでしょうか。来年夏にその一巡が
いわゆる甲状腺検査の結果がですね、1週目が出揃う夏頃までに、部会としてその何らかの提言をまとめるということについてはいかがでしょうか。まあ、方向としては出していきたいと思いますけど、この辺は星先生の方が何かご希望はございますか。はい、すいません、非常にありがとうございます。夏までにというのはですね、一つの区切りだと考えています。でこれでこの検討、この部会がですね、お役御免で全部終わりという話ではありません。多分2回目3回目ということをしていきます。それでもちろん必要な検討の幅や深さや、あるいは検討をするその専門家の範囲なども変わっていく可能性が私はあると思っています。現時点で、与えられた範囲のものを、しっかりと吟味するというのがスタート地点であって、これからの将来について新たな知見を求めないとか、新たな踏み込みをしないとかいうことを言っているわけではないというふうに理解してほしいと思います。先ほどもいくつかの場面でこういうふうに年齢的にもそういうふうに整理をして発生率なんかを出した方が分かりやすいよというようなお話もありました。そういうことを受けて県を通じて、そういう情報の提供をしていくということも求めていくということも当然起こりうると思います。今日いきなり突然いろんなことがですねパッパッパッと前に進むというふうにお考えになった方もいらっしゃるかもしれませんが、これ慎重に議論をしていって皆さんの理解をきちんと確認をしていくという作業をするためにじっくりと検討する場面として今回設けました。ですからそのようにご理解をいただいて、みんなで進んでいきたいと私はそのように思います。後ろの方で、後ろの方、ジャパンパースペクティブニュースの相原です。副部会長の加藤先生にご見解というかご意見をと、あとプラス教えていただきたいというのがあるんですが、今回西先生の方からデータが出されてこられてですね、今回の資料に一緒に添付になって、この資料をどのような形でこう提出されたかというようなご趣旨とか意図とかですね、その見解というのは今回あまりつまびらかにならなかったんですけれども、それが どういうふうに伝わっているかということと、今後ですね、欠席された委員の方がこういう形で資料を出してこられた場合には、それは部会としてすでにこうオーソライズされ採用するデータに、あるいはするかしないかの基準も含めてどういう形で今後こういうデータを取り扱われるかということを教えていただきたいと思います。というのはすみません、というのは今回のこのリサーチ、調査ですね、立て付けの問題があると思います。例えば非常に大きな被爆評価の部分ですけれども、例えば物理的影響評価ですね、これは外部線量とか土壌線からその被爆量を測定するという物理的な影響、それだけじゃなくて生物的影響、これは医療的な、例えば免疫ですとかタンパクとか、そういったもの、酵素ですね、キナーゼ関係、こういうところから評価するというような方法があって、今回は渋谷先生の方から生物的な評価について個別にこう意見を出して個別に見ていくべきじゃないかと、これは生物的評価の観点ですけれども、それについて先生どう思われるか。今回は非常にレトロスペクティブ、前向き調査なのか後ろ向き調査なのか、その辺の境目も結構曖昧ですし、その辺先生のご意見がごめんなさい、長くなっちゃった。たくさんなんかありすぎてよくわからなくなっちゃいましたけど、まず西先生の話ですけど、ご本人からそういう話、説明も一切受けておりませんので、ここでコメントすることはできません。で次回に西先生がいらっしゃった時にしっかりと検討したいというふうに思います。あと調査方法に関しましては、これは私の専門でございませんので、どなたか答えられる人がいらっしゃったら答えていただければと思いますけど、生物学的調査はどうのこうのっていうことです。もう一回その質問の趣旨をちょっと確認いただければ。質問の趣旨はですね、
このリサーチの立て付けのご理解、まあ、これは本当は部会長にお伺いするのが一番いいと思うんですけど、リサーチの立て付け、大きな理解をどうしたらいいか、つまり今県民が最も知りたいというのは、レトロな、ね、結果としてこうなりましたということ もありますけれども、と同時にどうやったら防げるかというようなことも、つまりプロスペクティブな前向きな調査の結果というようなものも期待値があると思うんです。それに対してこの調査というのは後ろ向き調査なのか前向き調査なのかということが非常に混在しているようなところもあると思うんですね。その辺のご理解はどういうふうにされているか、これ部会長にお伺いしたのが一番いいのかなと思います。それは部会長か、むしろ星先生にお話しいただいた方がよろしいのか。後ろ向き前向きというのはちょっとよく理解して使われているかどうか僕には理解できてないんですけど、今起きていることをしっかりと確認するということがまず第一で、そのために今バックグラウンドの調査として2年間かけて、全員のものを調べている。で、2年後あるいは5年後あるいは来年というタームで次の検査をしていく。で、それはどの時点で受けた影響の結果なのかというのを一例一例について説明することは多分不可能だと思いますけれども、まあ、集団としてこれだけの数を扱えば一定の疫学的な評価ができる。しかし個人的に言えば私がなるのかどうなのかっていうのが気になるっていう意味で言えば、確かに十分な情報をその調査、この調査の検討委員会でのそのメッセージということで伝えられないにしてもですね、やはり受けている一人一人について、きちんとしたメッセージを伝えていくということは、先ほど渋谷先生が言ってたように必要なことだろうと思います。ですからどっちかに偏っていてマスでデータを扱ってあとは知らんのだという話でもなければ、個人に着目してマスとしてどうでもいいんだということでもなくて、やはり両方について丁寧に見ていく必要があるとしかお答えができないと思います。丁寧に見ていく、そういう内容だろうと思います。他にご質問ございますか。では後ろの方。アバープラネット TV の白石と申します。加藤先生にちょっと細かい質問なんですけど、今日細胞診のですね、病理の、まあ、診断について、はい、お聞きになってたと思うんですけれども、今回のその、まあ、ガイドラインに沿った形でのその、診断ということで、がん取扱規約分類ということなんですけれども、はい、この場合ちょっと質問なんですが、悪性と悪性疑いというのはまた別の診断になるのではないかというふうに私は思っていたんですけれども、例えば今回のような診断をですね、通常のまあ多分5つぐらいに診断されると思うんですが、そういう形で二次検査をまあ社会的に公表するというのも一つのやり方かなというふうに思っているんですが、ここら辺加藤先生ちょっと教えていただければ。つまり悪性と悪性疑いというのは別ではないかというふうに思っているんですが、それはですね、細胞診という種類の問題で、悪性というふうに診断できるものと悪性が強く疑われる。で、組織ではもちろんね、最終的にはがんっていう診断は出るんですが、細胞診ではそこまでできない場合があります。ですからこれは悪性と悪性の疑いで、悪性の疑いの中にはかなりの割合で、悪性が入ってくる確率がありますので、それはやっぱり一括りにして、やっても細胞診の段階では悪くないんじゃないかなっていうふうに取り扱いとしてはですね、そう思っております。一般的にはそうされているという現場でですね、病院の現場で普段。それは治療に関してはですね、やはりそういうふうな立場で やっていらっしゃる方が多いと思いますね。ありがとうございます。関連ですが、今の、はい、今じゃあどうぞ。問題ですけれども、はい、その関連でですね、議論の中でベテスダシステムのことが、はい、確か、はい、国田先生が質問されたんですかね。医大の方では、うん、こういうその解剖診、細胞診の国際的な分類基準を、うん、他のものを検討してますか、導入してますかということについて、それは僕が質問して、そうですか、もうちょっと正確にということなんですね。はい、で鈴木慎一先生の方はですね、はい、
まあ、一応検討はしているというけれども、正式にその認められたものではないのでということをおっしゃってましたね、検討段階であるということ。しかし、加藤先生のご見解としては、このベテスダシステムというシステムは、かなり国際的に認められてですね、どちらかといえばこれをこういうものも採用した方がいいですよというニュアンスでおっしゃってるようにも聞こえたんですが、その範囲かというのは、私が聞いたのはですね、鈴木先生にそれをちゃんと意識して、やられておりますかという意味合いです。そしたらですね、鈴木先生のお答えは意識してやってますよというふうなことですので、全く問題ございません。すいません、その点についてなんですけれども、はい、細胞診によってですね、そのどういう判断をしているかというのは、私は全然このベセスダシステムというものに不勉強なんで教えていただきたいんですけれども、まさに加藤先生がその質問をされたという意図をですね、今までのタイプ型の分類をしていることに対して、ベテザシステムの方はですね、その指定の病変を一定の基準で記載するとか、その分類をしないというふうなことを今、あと英文の論文を引っ張り出して読んで、にわか勉強したんですけれども、そういうふうな形で分類判断、がんに対するがんの疑いに対する判断が変わっていきますと、今までの県民健康管理調査の甲状腺検査の元、さっきおっしゃった立て付けというものが根本的に変わってくる。ですから質問したわけです。そしたら鈴木先生はベセスダシステムでも一応併記してやってますという話なので問題ありません。それに関してはですね、まあ、頭の隅の方においてそれをやってるけれども頭の隅じゃなくて併記してるっていう、併記してる、そうです。じゃあ今のそういう分類の仕方、そういうものについては加藤先生の知見から言えば信頼ができるもので、信頼ができるんじゃなくてですね、これは分類ですから、ですからその要するに、まあ、法律みたいなものなんですね。で、法律はね、クライテリアですね。そうです、おっしゃる通りです。それはですね、時代によって少しずつ変わったり、それから同じ言葉でも意味合いが違ったりするわけです。これは病理とか細胞診の診断っていうのはですね、年によって変わっていくわけですね。で、ベセスダシステムっていうのは、今は少しずつ国際的になっておりますけど、で実際に日本でもこれは採用することにもう決定しておりますので、それで鈴木先生もよくそれをその辺のことをご存知で今やってらっしゃると。すいません、これも確認しました。日本でも採用することに決まってるってのは、それは全がんですか、例えば子宮がんとか、そういうがんについてはかなり評価を受けてると思うんですけど、これで時間取るの非常にもったいないんですけど、ベセスダっていうシステムはですね、子宮頸がんで、認められましてですね、でその次に甲状腺なんです。認められてますか。もう日本はベセスダ、子宮頸がんに関しては全国でベセスダシステムです。で、次に甲状腺がんが、次に甲状腺がんが入っておりまして、その甲状腺を認めるかどうかというのはこれからなんです。ただ認めることが決まってるんです。どういう意味ですか。取扱規約っていう、がん取扱規約っていうのはありまして、それが各臓器のがんについてやられてるわけですね。で、それについてはですね、まあ、実は私が委員長やってるんですが、今年いっぱいでそれをまとめてベセスダシステムを取り入れるというふうなことになっております。いや、それは先生がお決めになってる学会の合意と考えていいんですか。これです、合意です。それは全部通しております。はい、先生、そのことは鈴木先生もよくご存知なんです。わかりました。はい、はい、それでは福島中央テレビの村上と申します。はい、加藤副部会長と、あと星先生にお伺いしたんですけど、まず加藤先生に今回の議論の中でさまざまな意見というか提言が出て、例えば県民に対する説明を、説明会的なものじゃなくて、もっと個別のフォローアップした方がいいんじゃないかとか、あと、学会にアンケートを取ったりとか、あとは反対意見の専門家を呼ぶといった、そういう案があったんですけど、これを実現する、具体的に実現するにはどうやって実現するのかというのと、その来年3月までその時間が空いてしまって、そういった会が開かれない、でその都度その都度県に提言をしていかないで、来年8月にいっぺんにするとなると、その間にいろんなことがもったいない時間になってしまうんじゃないかなと思うので、その点が一つ。あと星先生、本体の方で今回 の評価部会については、その医大側の説明が、
あのこれで大丈夫なのかっていう部分で、その遺体側の説明じゃなくて第三者の目としてその、まあ、切り込んでいくというか、遺体 の, そのデータとかに、もっと遺体が積極に出してこないデータにこうどんどんあのこの場で出てくるんじゃないかという期待感が少し、まあ、あったんですけども、そういった部分ではその例えばその個別の症例がどういうふうになって本当にそのあの原発事故の影響じゃないのかっていうところがもっとその深まっていく議論っていうのができるんじゃないかというふうに期待があるんですけども、その点今後の展開についての考えをちょっと、はい、よろしいですか。ですね、その時期的な問題はですね、これはあの3月っていうのはですね、もうあの先ほどのディスカッションの中で皆さんで検討してそのくらいがいいだろうというふうなことですので、3月であの方向でいいと思います。であのデータがどうのこうのっていう話になってくればですね、それはまたその時にあのどんどんとやっていくっていう方向でやっていくっていうことで、それで対応していくしかないと思うんですね。だからあの何かやるというふうなことで、いうふうにはお答え、今あの今回はですねお答えできない。一応次回は3月というふうなことでございます。もう一度その都度県に提言するわけではなくて8月にまとめて提言するという、いや、そういう意味でもないですね。あの本日はですね、具体的にいろんなあの、まあ、県や医大に、まあ、医大に直接ということではなくて、あ県が実施主体者ですから、我々は県に ある種の責任を与えられているか、あの県に対していろいろものを申すのが我々の責任だと思っています。ですからこういうデータも出してもらえないかということが今後出てくれば、そういうお願いもすることはあると思います。ただ個別の症例を見て、これがあのがんのこのがんはその放射線の影響かどうかっていうのは、先ほど言ったようにそれをその全部見たところで分かるものなら見に行ってあの切り込むっていうのは手でしょうけど、一般論としてそのがんがどういう発生のあれを持ってるのかっていうのは分からないというのは、まあ、ある種の常識ですので、そういう意味で切り込むというのではなくて、我々が先ほども話が出ました、もう少し年齢分布とその、判定の分類について細かく出してもらえないかとかいうようなことについて言えば、我々とすれば我々のこの検討場で必要なあのデータが あって明示されて、それがあの提示可能なものである限り出してもらえるようにお願いをしたいと思います。ただ個別の症例のことになりますと、先ほど来から県からの説明がありますし、私も常識的に思いますが、あの個人データにより近いところのものを安易に扱うというのは非常に危険だろうと思います。ですからそれなりの防御をした上で、もし扱うとしてもそういうことをしなければいけないと思います。ただ必要なんだけれども出してくれないから出さないんだよという話になれば、それはやはり信頼を失うことになります。先ほどから副部会長も言っています、やっぱりこの活動が信頼を受けるということが大切だ。で、渋谷先生からも話がありました、きちんとしたデータをみんなの目の前で議論していくことが大切だということですから、もちろんそういう意見を大切にやっていきたいと思います。で、先ほどの3月云々って話がありました。3月までは今までのデータ、膨大なデータをみんながそれぞれ読み込む、あるいは今回欠席の皆さんからのさまざまな意見について、先ほど紙で紹介がありましたが、もう少し、まあ、メールなども使うのかもしれませんけれども、やり取りをして下準備をするということになります。その後の頻度については3月の時点で皆さんの意見を集約して、次の会をいつにするのかっていうのはまた決めていくことになると思いますが、私が先ほどから8月って言ってるのは、あの時にまとめて出すのかとか、あの時に何かこう結論めいたことを出すのかというんではなくて、県民の側から見れば自分たちの1回目の検診が終わった時にそれをどんなふうにその評価するのかということについては、やっぱり明確なメッセージが必要でしょうというような意味で、私は1回目が終わったときにはそれなりのメッセージを伝えるべきだという意味で、スケジュール感の話をさせていただいたので、その間漫然と時間を過ごすというような意味合いではありません。他にご質問、2列目の方、2列目真ん中の方。共同通信社の前田です、加藤先生にお伺いしたいのですが、先ほど個人的に、今までのデータから
放射線の影響が少ないと思っているということで、病理学的認定ということでしたが、ちょっと具体的に一言二言、どういう病理学的な傾向があるのかということを教えてください。まあ、これはがんの総論的な話になりますけど、まあ、放射線を被曝してからですね、がんが発生するまで、やはりそう簡単には起きてまいりません。全てのがんに関しまして。ですので、今お話しされているのは、この 1,2 年の話ですので、これに関しては、その放射線の影響で出てきたがんでない、一般的なその住民の中の頻度のがんであるというふうな可能性の方がうんと高いんじゃないかという意味合いでございます。分かりました。あと、もう、一点なんですが、まあ、夏頃までに何らかの提言を出したいということだと思うんですけれども、今回、まあ、そのリスクコミュニケーションのこととかも非常に、夏頃までの提言というのは、それは提言は私どもの方では出さないと思います。出さない、提言というかですね、意見をその言いますが、意見は毎回お話ししたいと思います。ということは、なんかそのこうまとまったその形として、なんかいつ何をするみたいなもの、予定っていうのは何かないんでしょうか。今のところはそのディスカッションの中ではそういう話にはなっておりません。はい、どうぞ。その話はですね、さっきちょっと誤解を受けててしょうがないんですけど、38万人の第1回目の検査が終わるわけですよね、一応ですか、区切りとして。そしたらもちろん受けなかった人なんかもいるかもしれません、フォローができながら二次検査の受診率なんかにも差があるかもしれません。ですからそういうことを含めて、今後この検診がより意味のあるものにして、県民の安心だけではなくて、やはり健康を管理するという意味での重要な役割を果たしていくために、気をつけるべきところはどういうところに気をつけなきゃいけないよというようなことについては、我々は一定の評価をすることになります。ただこれをしろあれをしろというような意味での提言ということよりは、我々がそれまでに整ったデータの中で一回でみんなが終わったところで、そのすべき評価をして、きちんとそのメッセージとして県民に向けて、あるいは県に向けてのメッセージを伝えると、こういうふうに理解をしていただければいいんだと思います。何かこう特別なことをまとめてですね、こうだっていうようなことを、影響があるとかないとかっていうようなことを何かこう明示してですね、そのどうのこうのっていうことを目標にしているのではありません。もちろん今おっしゃっていただいたような、どういう影響がありますかということについては時々刻々お話をすることになると思いますけれども、私が申し上げているのは38万人の検診が終わったという全体像を見た上ですべき評価をすると、そのタイミングがデータが出揃う8月ぐらいが目処になるのかな、8月か9月か分かりませんかぐらいが目処になるのかなという話をしているわけです。すみません。じゃあ提言という形ではないにしろ、何らかの見解を部会でまとめるということの方針ということ。の1回目の検診が終わったという時点で、夏頃ということです。はい、第1回の対象者は一応37万人。ごめんなさい。はい、本格検査で38。もう1点だけ、ちょっと先ほど理解最後分からなかったんですけれども、最新のデータを部会か本会どちらが先に出すかみたいな話で、次回3月ということなんですが、まあ、その時点 の, 最新のデータを出すという可能性があるのか、まあ、それとも本会で出たものを具体的にリリースするということなのか。先ほどから何回もその話しているように、3月の評価部会では今までのデータをもう少し深く見て、そして検討しましょうという話になっております。新しいデータに出てくるようですね、もちろん検討させていただきますけど、今の頃はそういうことを考えています。ご質問ございますか。どうぞ。東京新聞の牧原と申しますけれども、副会長にちょっとお伺いしたいんですけれども、ちょっといろいろお話をお伺いしていく中で、その具体的に何を扱うのかっていうのが、メールに規定されてないように拝見させていただいたので、ただ今日お話をお伺いしている限り、私の受け止め方としては、
その検査方法が今まで通りでいいのかというような検証であったり、出てきた統計のデータについて、まあ、意義が生じている点について質問をするだとか、そういった点を行うと、あとさっき、佐々木さんの質問の中で放射線の影響についてうんぬんという話があって、まあ、あの確定的なことはおっしゃることができないということでしたけど、その放射線の影響があるかどうかというのは議論の対象になるんですか。それはあの出てきたデータの中にそういうものが出てくればですね、もちろん対象にはなっていくんだろうというふうに思います。でこの会の意義に関しましてはですね、私自身もですね今回、ある程度は固まってきているんで、初めからそのどうのこうのっていう話ではなかったんですが、やはりその出されたデータの正当性とかですね、それからその制度管理上問題があるとかないかとか、いろんな角度からですね、そのデータを見せていただいて、コメント、アドバイスをさせていただくというふうなことだと私は思っております。あのちょっと出されたデータの正当性っていうのは、まあ、第三者的な立場から検証するっていう意味で、はい、全く別の立場から、ね、それがすごく分かりやすいんですけど、はい、そういうような言い方をすると、すごくその、大雑把な言い方というのか、結局何を検証するもの、組織なのかっていうのが若干ちょっと分かりづらかったので、その検査自体を検証する、検査のやり方を検証するのか、それとも結果について吟味をするのか、さらに結果を踏まえて影響を吟味するのか、何をする会合になるんですか、これは。これはあの私自身の個人的な意見でございますけど、この出てきたメンバーを見ますとですね、その公衆衛生の先生もいらっしゃいますし、がんセンターの先生もいらっしゃいますし、それから私のような病理の方もいらっしゃいます。で、いろんな各系の専門家の比較的、まあ、私が言うのもあれですけど、あのしっかりとした方を選ばれて、意見を出してほしいというふうに思っております。ですから、一つのことを何か、そういう細かいことに関してですね、意見を求めているわけじゃなくて、いろんなことを出てきたものに対して、コメントをさせていただくというふうな立場じゃないかなというふうに思っております。じゃあ特にその何を決めてではなくて、あの専門家の方々に集まっていただいて、うん、まあ、いろんな角度からいろんなご意見をいただくというようなことになるんですかね。で、次ちょっと大石先生にお伺いしたいんですけども、あの8月20日の、会議録の方を拝見させていただくと、その検査のやり方そのものがちゃんとしているかどうか、で結果についてちゃんとしているのかどうかということを検証したいだとか、で例えば乳頭がんということになっているけれども本当に乳頭がんなのかという話をもう一回確認する必要があるというようなこともやりたいというようなことを星先生がおっしゃっていて、でさらには個別のデータにも当たりたいというようなことを書かれていると、要はそのがんになっている方々、まあ、先ほどから個別の症例の話がありましたけど、個別の症例に当たってで実際にそれががんなのかどうかっていうのを評価し直すっていうことを星先生は当初考えておられたのかなと僕はこの文面を見て思ったんですけど、そういうことではなかったんですか。今一般的に取り扱われている、そして今見つかって切られて、病理評価になって評価を受けている、あの他の診療で行われていることについて土足で踏み入ってどうこうしようという意図ではありません、私は。で、それは2つ理由があって、1つはまあプライバシーの問題というのも大きな問題だと思います。でもう1つはやっぱりその医療の場面で、しっかりとやられているということを、まあ、前提として私は医療というのは成り立っているというふうに思っています。ただしあの時に申し上げたのは、そういうことにもし疑念が発生するというようなことがあったり、あるいは個別に、まあ、相談を受けたり、個別にその立ち入る必要があると考えられた時に限ってプライバシーの問題や当事者の理解を受けた上でということを私その前前段で言ってるはずです。ですからそういう条件が整えばそのことを完全に否定するわけではありませんよということを申し上げただけであって、何か隠しているとか間違っているということを前提に何か踏み込んで何かをこうその検閲するというような、そんな意味合いで申し上げたつもりはありません。従いまして今日今副部会長からもお話がありましたように、出されたデータというのの正当性、つまりそれはしっかりとしたデータとして、提示されているのか、あるいは方法の妥当性、それも対象かもしれません。結果の妥当性、あるいは結果の影響、そういうことについてもそれぞれの立場から議論していただいて、そういう議論の中でどうしても
腑に落ちない、どうしてもおかしいなことがあって、これはもう一歩踏み込まなきゃいけないということがまさに明らかになったとすればですね、それは必要な配慮をした上でする可能性を否定したいというふうに申し上げたつもりなので、なんかこう警察的にですね、なんかおいおい見せろ見せろみたいなことを私は発言した覚えはありません。あ、ごめんなさい、もう1点だけすみません、また藤先生にちょっとお伺いしたいんですけど、先ほど来ちょっと質問も出てるんですけど、この部会の開催頻度を多くしてっていうような話が最初勝川先生からあったと思うんですけど、そうにはならなかったことについてはどう思われますか。ならなかったっていうか、少なくとも次回は3月ということで、今日ご出席の皆さんで決めたということですから、春日先生がおいでになられたらもっと早くやろうって言ったのかもしれません。それは分かりません。ただ次回3月にするときには多くの方に出席をしていただいて、その後の検討の頻度やデータの取り扱いについては議論していくことになりますので、私が何かこう一方的にスケジュールを決めたり、春日先生が一人でスケジュールを決めたりということではないと思いますので、私とすればその頻度が低くなって、お前どういうふうに感じるんだっていうふうに言われてるとすれば、そうではなくて、今後必要ならば頻回にやるということもあり得るということです。わかりました、ありがとうございます。会の役割についてちょっと、ごめんなさい、質問どうぞ。共同通信の品川ちょっと僕自身もそうですし、皆さんこの話、その本会とそのこの部会のこの役割分担について改めて星先生から説明をいただけますでしょうか。はい、その並行してやるのか、それともあくまでもその本会で毎回その現時点で影響あるなし含めていろんな議論がありますので、そこの補足になるのか、それともあくまでも並列してセカンドオピニオン的なのかとか、その辺の役割分担、今日の議論を踏まえれば現時点では並列して第三者として見ていくというのが今回のお集まりいただいた先生方の共通認識だろうと私は理解しています。私は個人的にはそのどちらもありかなというふうには思いました。というのは2時間半の会議聞いていただいたら分かる通り、やはりパッと出てきた初回データについてやっぱり十分に噛み砕けない部分があるので、そのままにいわば公表されて、流れていっているという現状については、やっぱり私自身はもう少しこう噛み砕く必要があるのかなと思いましたが、多くの先生方がじっくりと吟味をしてしっかりとした議論をすべきだというふうにおっしゃっていただきました。そして本会での議論とはある種切り離してですね、独立して並行して考えていくということに私は落ち着いたと思いますので、その方向で いずれにしても目的は同じだと思います。つまり会の進行を優先するがあまりにですね、何か特別な役割を期待するということでもなく、やはり理解を深めていって、しっかりとしたメッセージが出せるようにということで開催するということになるんだろうと思います。他にご質問ございますか。会の役割で質問したいですか。じゃあ、ごめんなさい、質問さん。いいですか、できるだけ早く終わります。これ部会のミッションに私が指摘する以下のことが入るかということを星先生と加藤先生にお伺いしたいんですけれども、放射線とがんの関係についてはもう議論があることですし、分からないということが前提ですね。そういうことを聞いてるんではないんです。今日西先生の論文の中で今日の議論でも出てきましたが、100万人に1000人ぐらい見つかるかもしれない、つまり 0.1% ぐらい見つかるかもしれないということで、西先生の論文も私拝見させていただきました。でもともとですね、100万人に1人しか小児甲状腺がんはないだろうということは医大の鈴木俊一先生や新一先生や山下俊一先生がおっしゃってたことなんですよ。で、西先生はそれに対してそれは誤解があると、間違ってると、それはあくまでも病院に来て発見された、つまりスクリーニングバイアスだというふうにおっしゃってたんですね。で、現在も実際にこの県民健康管理調査の甲状腺調査で進行している結果と